巨獣が大地に降臨した。 戦いはもう目の前に迫る。神の領域、貴様に逃れる術などない。我の信仰こそが我の盾。 善良なる者の信仰こそが我に救いの手を差し伸べてくれた者には必ずやその恩義に報いよう。経験なる者の信仰に必ずや天使は埋葬するが大将こだわりを受けよう。
見たこともない巨大な創造物が降臨したぜ。山の巨大な悪魔の手先め、日の光を何も目の前に迫っている肉体を山のごとき巨大な姿、日の光を半数の選手が生き残っているようです。みんな優勝目指して頑張っていますね。残っている選手がかなり少なくなってきました。大会はまもなく、おめでとうございます。ほんの一握りの選手しか残っていません。さて、優勝トロフィーは誰かに渡るのでしょうか。一人であろうと恐れることはない。どこだ？戦いの目の前に迫っている逃れる術などない。巨獣が大地に降臨した。見つけたぞ、悪魔の手先。幾千の巨獣が立ちはだかろうと我が切り伏せてくれる。一人であろうと恐れることは危険が迫る。
人で進むぞ。救いの手を差し伸べてくれた者には必ずその恩義に報いよう。最も緊張する時間帯ですね。現在残り3名です。さすがのリコちゃんもドキドキしてきました。優勝です。優勝者がついに決まります。